一段と大きくたくましくなりました稲妻選手、ベビーボーイスミス。タイガーを務めて井上のベルトに挑戦が決定しております。ダイナマイトキット先輩格納を吹き背負いのタイガーを守れるかどうか。体調は 30% から 40%、 しかし彼は今シーズンにかけておりますタイガーマスク。タイガーマスクとキットだ、赤いロングタイツ、ダイナマイトキット、そしておなじみのこのプロのマスク、そしてコスチューム、タイガーマスク、この女優が相対します。おっと後ろに回って腕をホイップ華麗に投げた、スピンキックを一発見舞ってバルトン・マルタル、コンボを切った、ちょっと足がおぼつかなかったが、ショルダースルーでヒットを投げた。しかしこの後は自爆、背骨を折られた。ダイナマイトキットも華麗な動き、俊敏な動きを見せます。さあロープワークを使っての2人の攻防、ちょっとご覧いただきましょう。タイガーマスクが今度は取った、おっとそのまま落とすか、うっとツームソンパイルドライバーカウント2。山田さん、この頃このタイガーマスクのファイト、華麗なだけではなくて凄みも増してきましたね。そうですね、あのどちらかというと非常に重めのある、はい、重い攻撃というでしょうか、はい、隠れるものですね。そうですね。さあおっと場外転落とタイガーマスクに、おーツームスがこのダイレクトアップタイガーマスクを観客のこの観衆の中に投げ飛ばしてしまいました。タイガーマスクリング内ではあります、スミスが待っています。さあこのタイガーマスク、このキッド・スミスがこの来るんだから俺もこの回、まあ、実際を改造して今までとファイトスタイルを変えたい、そのように言ってましたがね。やはりあの、キッドとスミスの2人をね、はい、相手にするときは軽い攻撃ではとてもね、対抗しきれないですからね。そうですね。それなりにやっぱりあの重みのある攻撃を受けなければダメですね、はい、当然動きだけでなくて、はい、技の面でも別のものを考えなければダメだということですね。まあ、このパワー殺法への転換、キッド・スミスが相手ならこの相手には不足はないわけですよね。もちろんだからこれはあのタイガーマスクにとってですよ、あのフィード・スミスだけが相手ということではなくて、はい、単なるスピードのある動きに加えて、はい、パワー殺法が完成されれば、はい、これはもう何よりですからね。今華麗に見せます円錐切り、次選手も体重が増えまして、もはやジュニアヘビーからヘビー級の器になっております。選手もね、はい、これまでの戦績を見ますと、やはりこのキッド・スミス組に対しては大変に手強い相手になってるわけです ね、 そうですね。ですから今日のねスミス・キッド組はですね、なかなか今のところ好調な動きを見せてますけれども、はい、淵タイガーマスク組も十分に戦うですね戦力があると思いますよ。そうですね。さあそのキッド出てまいりますけれども、このキッドのスミスのパワー、このパワーどっから生まれてくるんでしょうね。いやこれはね、自分もトレーニングですね、はい、もちろん素質才能というのもありますけれどもね。さあ今度はキッドが場外では暴れると、口を本部的に叩きつけた。ラスファイトもキッドスミス大変なものを持っています。今度はタイガーがキッドを仰いでいく。タイガーもラスファイトやります、タイガーもやります。まあ、このタイガーマスクはキッドのスミスと比べてこの自分は肉がないっていうのも言ってたんですけどもね。そうですね、やはりね、しかしね、タイガーマスクもですね、はい、今のように相手の出方次第では目には目をという反撃をやったのがいいですね、さあ今度は飛んだぞ、予言殺法カウント2までいった。このギリギリの極限の予言殺法を使いますタイガーマスク、ラリアットを決めた。ジャンピングのラリアット、ネックブリーカー気味に入りました。カウント2まで来ました。そしてやはり山田さん、スープレックスしてタイガーの場合は、はい、今体勢に入ろうというところですが、ちょっとね、今考えすぎましたね。一気に持っていった方が良かったですね、はい。まあこれはあの私はやってる本人ではないので、はい、ここから見てるだけですから、このやろうということことはですね、相手の力で阻まれたのかもしれないですね。そうですね。まあこの空中殺法も小林さんなど見ておりますと、手の内を知り尽くしてますのでかわされるケースもよくあります。もちろんね、これはあの空中殺法ってのはかわされていいんですよ、はい、かわされて、はい、その次の次元の殺法を考えておくとですね、2段3段構え、
一発目でね決まると思ったら間違いですね。とにかく相手は逃げようとしてるわけですから、はい、外れて当然でしょうね。そういったこともしょっちゅうあっていいわけですよ。まあ、しかしこのまま続けていくとまた第3、第4の怪我ということも考えられますが、もちろんそうですね、それで怪我を恐れていたんでは、はい、空中殺法はできませんね。そうしますとこの空中殺法を生かしつつさらにパワーアップ、これがまあタイガーの取る道ですね。そうですね、はい、さあ次はクラブ、この辺はつくりちゃんだ。あ、非常にね、十字固めに持っていった空中からのですね、惜しいですね。旬の隙をついたが、さあそして今度は18番バックドロップ、重量感一つ一つの技に切れ重みが出てきました。チームマストラブキッと抑え込むカウント2、キッと返しました。そして今度はサイドスープレックス、スープレックスのオンパレード。非常に内選手の攻撃いいですね。今キッドはねちょっと弱ってますよ。ちょっとランディーバトルになってしまいました。ミサイルキック連携もいいようだ。このカルガリーブラザーズに連携で負けちゃいけませんもんね。さあそしてテイガーのブレンバスター、8種類のブレンバスター、スープレックスブレンバスターを使います。タイガーマスク、もちろんタイガースープレックス85も完成しております。今度はコブラツイスト、あ、やはり山田さん、あのファイトスタイル変わってきましたね。そうですね、まあこのキッド・スミスのようなですねチームっていうのはもう国に乗らせるとね底なしの力を見せるんですよ、はい、ですから今のようにいろんな技でストップしていく、はい、そうするとね精神的にね追い込んでいくことができますからね。そうですね、非常にこのぶつかり合いのあるライバルキッド&スミス、さあカウント2、要所要所で空中殺法を使いますね。そうですね、やっぱり空中殺法と空中殺法の間を他の技でつないでいくというやり方ですね、はい、そうですね。さあ次はサラブのパーソブランディングご覧いただきましょう。豪快に決めた、調子が出てまいりました。淵正信ロープに逃げます。キッド調子のいい時にこの円錐切り、そしてハーフブランディングを見せるんです。淵正信といえば淵も新シリーズの開幕戦で頭にこの何振りもぬ手をしたんですよね。そうですね、さあちょっとスミスが飛んだ、あ、ありがとう。これがキッドに現れてしまいました。よく見ていました。あのところもいい、どうですか。非常に動きがいいですね、しかもあの今の同士打ちをさせて動きなんてのも文句なしですね。そうですね、さあしかしキッドもやはり力があるなという感じがします。ロープ最上段です、ロープ最上段です。ダイナミックなファイト、ベンバッターで投げた、カウント入る、これは危ない、カウントの最上段からのブレンバスター、ちょっとあれ、あの技ができるのは今この2人ぐらいですかね。いや、やっぱりね今のはねちょっと不機嫌者が図に乗りすぎましたね。